雄太がもう勝った瞬間もう涙が出て止まらなかったです。はい。白熊こと高橋雄太さんを6歳の頃から見守ってきた。郡山相撲協会の黒澤俊雄会長は。昔からその強さを確信していました。まあ一言で言えば。気は優しい力持ち。これがあの雄太君。県内ではもう同じ学年。 たはもう、ゆうたに勝つ子どもはいませんでした、その上の学年も、には勝なかったんです黒沢さんは、今場所、特に白熊の落ち着きが光っていたと話し、この先も大きな期待を寄せていますバタバタしない、まあ、小さい時からもう、相撲取ってでも、そういうあのバタバタしないで、自分の相撲を淡々と取っていくという子どもだったんですから。 はやっぱり大横綱の大砲さんみたいな横綱になってもらいたいと須賀川市には、十両優勝を祝う垂れ幕も、来場所の幕内への昇進を確実としている白熊に、地元からもさらなる活躍を願ってエールが送られています。